はい、ありがとうございます。先ほどまでは小笠原さんのなんで助産師になったかみたいなところも含めてお話をお伺いしたんですけど、はい、この動画ではタンザニアとかエチオピア行かれたと思っているので、はいはい、大学院どういうことを勉強されたのかっていう部分も含めてお伺いしたいなと思ってます、はいはい、でこの動画からはオガちゃんって呼ばれてたんですよね。そうです。なんでオガちゃんで統一させてもらいますね、はい、ちなみになんですけど、はい、オガちゃんは大学院修士も出て今博士課程でいるっていう形なんですよね。そうです。大学院修士の時と博士課程の時にタンザニアとかエチオピアに行ってるみたいな理解になってますか？修士終わった年の夏にタンザニアに行って翌年エチオピアに行ったので。あ、そういうことなんですね。博士とはちょっとだいぶ年数が空いてますかね、うん、なるほど、わかりました。タンザニアとかエチオピアとかの話も聞いていきたいなと思ってるんですけど、はいはい、そもそも大学院時代はどういう勉強をされてらっしゃったんですか？はい、主に助産師のスキルアップコースっていう感じでして、はい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 、あくまでも日本での助産師業務のスキルアップを図るっていうところで座学があったり演習があったりお産がある施設に実習に行ったりとか、そういったことがメインで、まあ、課題研究っていう感じで研究をがっつりやるような大学院ではなかったので、はい、課題研究という形で興味のあることを一つということで、当時は本当はなんか全然違うことを最初テーマにしようと思っていたんですね。っていうのも、はい、その当時からもフィッシュラのことは知ってはいたんですが、子供も小さくって現地に長期間行ったりですとかっていうのがあんまり現実的ではなかったので、あくまでも日本でできることって考えた時に、うん、日本の母子保健の関することの研究を最初考えていたんですけど、なかなか進みが悪かったのもありますし、本当はフィッシュラのことやりたいのになと思いながら、そしたら1年の終わりになんと教授が急遽交代するってことになっちゃったんですよ。え、教授が交代する？なかなかないですよ。ないですね。最初から年齢的にこの年で終わりですとかっていうんだったらいいんですけど、はい、なぜか学内のそういったことに巻き込まれてしまって、はい、1年の終わりに教授が変わりますってなって、2年生になって新しい教授が来たんですよね。まだそんなに具体的に研究も進んでいなかったところで、新しく来た教授に本当はフィッシュラーのことをやりたいんだけど現地にも行かれないから日本でできることをやろうと思ってますってのことを言ったら、やりたいことをやりなさいって言ってくれたんですね。はいはいはい、はい、いやでも現地にインタビューとかアンケートとか取りに行けないしみたいなことを言ったら、文献研究でいいんじゃないのって、うん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 、まだ子供も小さいのであればみたいな感じで、うんうんうん、文献研究でもいいのかと思って文献を集めてそれをまとめたっていう感じ。あ、そうなんですね。フィッシュラの文献研究をしてそれを課題研究みたいな形で出したってことですね。はい、なるほど、ありがとうございます。じゃあそこで大学院の修士を終えてその後タンザニア行くんですよね。はい、タンザニアはその教授経由で行ったんですか？いえいえ、それは知人を介して紹介いただいた方がもともとタンザニアにフィールドを持って研究をされていた助産師の方で、その方が渡航するタイミングで一緒に同行させていただいたっていう。なるほど。オガちゃんが行った目的としては、はい、フィッシュラの現場を知ろうっていうところが背景にあったんですか？そうですね。タンザニアのフィールドはフィッシュラに特化した事業を展開してたわけではないんですけど、うんうん、似たようなところもあって、うんうん、若年妊婦のドロップアウトを予防するという教育プログラムの一環だったんですね。なので何かフィッシュラに通ずるものがあったりとか、うんうん、そもそも海外旅行でアフリカに行ったことがなかったので、確かに安心できるメンバーとまずはアフリカという地に行ってみたいなという思いもあって、うん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 、初めてのアフリカは信頼を受ける方に同行させていただいたという感じでした。なるほど。実際初アフリカタンザニアどうでした？はい、自然がいっぱいスーパーポジティブですね。いや、自然がいっぱいで、はい、割と道路とか舗装されていたりとかして。あ、そうなんですね。はい、まあ、なんかある程度アフリカの風景は想像してたので、うん、まあ、そこから大きく外れることはなかったかなっていう感じです。なるほど。タンザニアの食事は自分の中で合いました？はい、いや私すごい合いました。あ、そうなんですね。美味しかった感じですか？美味しかったです。え、何が主食なんですか？トウモロコシを潰して、はいはい、まあ、ネイズみたいなものとか野菜類もありましたし、うんうん、フルーツもありましたし、はいはいはい、これ食べれないみたいなのは私は一切なかったです。 あ、そうなんですね。はい、じゃあ食事としてもあったんですね。はい、なるほど、ありがとうございます。タンザニアを終えて次エチオピア行きますよね。はい、エチオピア行く時は何泊ぐらいされたんですか？エチオピアですね、1泊4日です。え、いや旅行代高いですね。はい、これはですね覚悟を決めてっていうのも、はい、タンザニアに行った時子供が1
1年生だったんですね、小学校、はいはいはい、全然何の問題もなかったんですよ。両親も近くに住んでますし、うんうん、むしろママ行ってらっしゃいみたいな感じで、はい、全然問題なく自分自身も安全に帰ってきて、はい、でもなんか2年目になって決心がねつかなかったんです。今思えば全然もっと滞在すればよかったのに、なんか踏ん切りがつかなくて、はい、1泊4日1泊4日ちょっとそのタイトスケジュール聞いてみたいですけどね。20時間ぐらいかけてエチオピア行くわけですよね。 それも乗り継ぎ1回で行けばいいのに、はい、2回乗り継ぎにしちゃって30何時間かかりました。ああ、そういうことですね、はい、1泊4日の理由はそこなんですね、はい、1.5 日ぐらい固めちゃうから面白い。そうなんですね。飛行機乗ってアディスアベバ着きますよね、はい、アディスアベバ着いたのって朝ですか？朝でした。朝でした、はい、で朝でそのまま活動、まあ、活動っていうか見て、そう、在家事務所とワールドビジョンのエチオピアと訪問させてもらって、はいはい、一泊ホテルに泊まって、はい、翌日朝からエチオピアのフィッシュラ病院って見学日が限られてるんですよね。あ、そうなんですね。毎日じゃなくて、で病院なので勝手にフラッと行って見学させてもらえるわけではなくて、あらかじめアポを取って行けたんですよね。今コロナなんでちょっとどうなってるか分かんないんですけど、当初1時間ぐらいの見学ですって言われてたんですよ、病院側から。だからまあさらっと見てちょっとお話聞けたら聞いて終わりかなとか思ってたら4時間も経った。4時間3倍4倍かやば。4時間もいたっていうのは向こうキーですか、はい、それとも岡ちゃんがめちゃくちゃ気になりすぎて、はい、向こうの方も丁寧に院内案内してくださりましたし、はい、その病院を建てた院長がもうご高齢で第一線からは退いてったんですけど、院内の敷地内にあるところにご自宅があって、うん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 、そこに住まわれてるんですね。あ、そうなんですね。でその方にはお会いできるかははっきりわからないって、うんうん、高齢だし体調次第でって感じだったんですけど、うんうんうん、信用してもらえたのか、うん、お会いすることができて、その部屋で2時間半くらい過ごしました。その部屋でその方と、はいはい、何話すんですか。いやでもその方は本当に素晴らしいご経歴で、はい、ノーベル平和賞にも2度ノミネートされたりとか、エチオピアの名誉市民権とか、うんうんうん、あとオーストラリアでも英雄みたいな扱いを受けてらっしゃる方で、うんうん、もう本当にご自宅に入らせていただくのも恐れ多いぐらいだったんですけど、うんうんうん、とにかくエチオピアに来てくれたことが嬉しいっておっしゃっていただいて、うんうん、日本からそんな形で支援をしていただいているのがすごくありがたいっていうのを何度も何度も言っていただいて、うんうん、結局2時間半ぐらい。あ、そうなんですね、はい、ちなみにそこに行く目的に関しては、はいはい、フィッシュラ病院を見学しに行くことが目的だった。そうです。日本でフィッシュラ支援のための寄付を預かるっていう活動を始めてしまったので、うん、人のお金を預かる以上現地を一度も見てないのに、この先この活動を続けていいのかって迷いがあって、確かに。なのでこれは弾丸でも行くべきだなと思って行ったという、うん、はい、なるほど、そういうことだったんですね、はい、実際 JICA とか、はい、ワールドビジョンとかにもお伺いされてるっていうお聞きしたんですけど、はいはいはい、それって何かあったんですか。それは行ったのが私一人じゃなくて4人で行ったんですけど、うん、そうなんですね、はい、4人のうちの1人が JICA 関係の方と縁があって、うんうんうん、エチオピア行くんだったら事務所訪問したらっていうような感じで繋いでくれて、それはそのご縁で行って、うんうんうん、ワールドビジョンも確かその方の縁でご挨拶に行って、うんうん、なるほど、はい、実際私生活も聞きたいんですけど、はい、あんまりエチオピアに滞在されてないんで、はい、食事はどうでした？夜ですね、はい、現地に住んでらっしゃる日本人の方々のグループみたいな、うん、で一緒にインジェラの出た食べれる、はい、ダンスのショーとかも見ながら、はい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 、インジェラを食べれるところがあって、うん、そこに連れてっていただいて、はい、そこで食べたインジェラすごい美味しかったです。あ、そうなんですね、はい、じゃあそういう経験をしてエチオピアから戻られたんですね、はいはい、そうです。実際じゃあフィッシュラのすごい方と2時間半お話しされている以外で1時間ぐらい見られてるわけじゃないですか、はいはい、実際どうでした？行ってみていろんな意味できちんとしてるなと思いました。それどんなところが？例えば患者さんが入院されてる病棟とかはすぐベッドサイドとかまで見せていただけるんですけど、うん、手術室とかはプライバシーに配慮して、うん、ここは訪問者は入れないとか、はい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 、きちんと線引きがあって、うん、例えば施設によっては本当に寄付を集めたい思いで何でも見せて写真もね、患者さんのプライバシーのところまで写真も写してそれも宣伝材料みたいな感じで使ってみたいな病院とか個人とかあるっていう風に聞いたこともあるんですけど、そういうのは本当に一切なくて、とにかく患者さんのプライバシーに配慮されていましたし、スタッフがプロフェッショナルといいますか、プライドを持ってお仕事されてるなっていうのが感じられましたね。
なるほど、そうなんですね、はい、でも僕自身も、はい、ボガちゃんに紹介されるまで、はい、その内容とか、はい、その病院とか知らなかったので、まあ、そうですね、はい、ただでもそうやって活動していることを周知していくとか、うん、そういうのも人に認知してもらうっていう上ではすごい大事なことなんですけどね、うん、そうですね、うんうん、ありがとうございます、うん、ちょっとこの動画ではボガちゃんのタンザニアであったりだとかエチオピアのお話っていうところをお伺いしたんですけど、はい、次本題で今ララアースで何してるのかみたいなところも含めてお話しいただこうかなと思います。はい、はい、じゃあこの動画が面白いなと思ったらぜひグッドボタンとチャンネル登録をよろしくお願いします。はい、じゃあ本日はありがとうございました。ありがとうございました。